次のお渡しでございます。これあのプリントを次出すと、はいはい、1枚いくらとか。店内のものと外に工場に出すものと2種類ありまして、はい、店内の SDR プリントっていうのが、はい、まあ、ポジって書いてあるんですけど、ブロニもできるんですけれども、はい、5ミリもブロニも同じお値段になりますね。店内の SDR プリントが1日お時間をいただくんですけれども、L が88円、はい、で KG サイズもできて110円、 2L の場合が198円でございます。で外のスーパーデジタルプリントっていうのが手焼きになるんですけども、これがむつ切りから、はい、でプレミアムプリントっていうのが今まで RP プリントっていう本当にあのリバーサル用のプリントをする注文だったんですけれども、それがちょっと最近形態が変わりまして、はい、原版料金がポジが1コマにつきにして1100円かかるのと、はい、プリントが、手札が770円からという形ですね。この L 版っていうのはどういう感じですか？あ、銀円プリントのこちらになりますね、でこれが正方形っぽいじゃないですか、はい、あ、はい、こんな感じで出てきます。あ、これの正方形版で。そうです、そうです。あ、なるほど。プリントの大きさを基準にして、はい、この大きさの、プリントにするとこのくらいの大きさになって。あ、なるほど、わかりました、はい、でこれだと、88円、はい、で出してからどのぐらいで出てきますか？丸1日お時間をいただきます。丸1日、はい、あ、なるほど。今出したら明日の今のお時間になります。うん、はい、わかりました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。こんばんです。とうとう冬でしょうかね。空気結構冷たいですよね。今回ですね、正月に、ツアイスイコンポジフィルムですね。ブローニーのフィルムですけども、非常に楽しみです。やっと、ポジフィルムが出来上がりましたので、一緒に、楽しんでみたいと思います。では、スタート。やっと仕上がりました。非常に楽しみですね、まあ、本当に昔はこうしてですね、まあ、撮った写真を現像に出して少し日が経ってまた写真を楽しむ、そういったまあ行為っていうんでしょうかね、時間の流れ、時間のずれっていうのも、楽しんでいました。最近ではまあすぐにスマホでも見れますし、撮った画像をカメラでも見れます。そしてまた撮り直したりしますが、やはりこの撮り直せないっていうので、またその緊張感や設定する時間、考える時間がですねまた増えたような気がします。そうすることによって旅がですね少しゆっくりと空気が流れるのかなと思います。ちょっと中を開けてみましょうか。ポジフィルムは初めてなのでどういう仕上がりか、あ、こういう仕上がりなんですね。面白い。おお、綺麗ですね。うん、お、どう映せばいいですかね。これで画像に映っていますでしょうか。一番最初撮った海ですね、綺麗な色合いですね。そして砂浜、実は拾った貝が
あるはずなんですが、どこの写真では分かんないですよね。そして、ああ和歌山城のですね、シルエット、朝散歩をした時ですね。綺麗な空で写ってますね。そして、紅葉ですね。美しい紅葉。これアングルをちょっと決めるのに結構時間かかりましたね。そして落ちている落ち葉を取りましたね。ちょっとこの辺は難しいですよね。400年の木を取りましたね。これも難しいですね。そして橋ですね。いい雰囲気ですね。そして角度を変えた和歌山城ですね。面白い、綺麗な色合いですね。撮った時からこうして、時を進んで、そしてもう一度、記憶とですね、このシーンを思い浮かべながら、こういうポジフィルムを楽しむっていうのがまたいいですよね。ゆっくりと時間がいただきますね。海の砂浜も綺麗ですね。この和歌山城のシルエットもすごく綺麗ですね。面白い。そしてなんといってもこの紅葉ですね。これがまた綺麗な赤みが出てますね。これは少し残念ですけど、なるほどね。面白いですね。そしてこの、ポジフィルムを見てですね、どれとどれをプリントするかというものをちょっと決めて、またビッグカメラに行かせていただいて実際のプリントを楽しむということをします。またプリントとこの、ポジフィルムではまた印象が変わってくるかなと思いますね。そしてこの、ポジフィルムの、保管方法ですね。何かまたファイルを、購入してみたいなと思いますね。ちょっと今回簡単な動画でしたけど、こういう時を思い起こすっていうのもいいかもしれませんね。皆さんもフィルムカメラぜひ挑戦してほしいです。はい、どうでしょうか。なんか普通に感動してますけども、やはりフィルムっていうんですね、この空気感を取るというような感じでしょうかね。で、時間ですとなんかベターっとした感じがするんですけども、この空気まで取れている、雰囲気まで取れているっていうところが、フィルム特徴だと思います。皆さんもフィルムぜひまた挑戦してみてほしいですね。今回ちょっと選んだものをですね、プリントに出しに行きたいと思います。また次の動画もお楽しみください。
もしこの動画が楽しければいいねボタン、チャンネル登録もします。ではまた次の動画でお会いしましょう。